アメリカ西海岸の低地帯に設置されている避難ルートを示す標識津波警報システムは津波を事前に探知して警報を発することにより人的及び物的被害の軽減を図るものである津波を探知するセンサー網及び沿岸地域住民に避難する時間的猶予を与えるために十分な即時性を持った警報を発信できる通信インフラの二つの等しく重要な要素からなる 津波警報システムのタイプは国際的レベル、地域的レベルの2つに区分される。運用される際は注意や警告を促すために地震速報が利用される。その後、津波の存在を実証するために観測された海面水位のデータが用いられる。これらの従来からある警報処置を改良するために蒸気以外のシステムも提案されている。その一例としては t 波エネルギーの継続時間と周期成分が地震の津波ポテンシャルの兆候を表すものだと示唆されている。近年は津波早期警戒システムとの故障も見られるが、ほぼ同義のごとして用いられていると思われる。地域社会に津波の襲来を警告する最初の初歩的なシステムは1920年代にアメリカ合衆国ハワイ州で試みられた。より先進的なシステムは、 ハワイ州広に甚大な被害をもたらした1946年4月1日と1960年5月23日の2度の津波を経験して開発された。沿用において約時速 500km から時速 1000km で伝わる津波に対して地震は地震波としておおむね秒速 4km の速さで伝達されほぼ瞬時に探知することが可能である。これによって 津波の発生可能性、予測の作成及び津波の危険に脅かされる地域に向けた警報の発表を行うにたる時間的猶予を確保できる可能性が生まれる。だが、信頼できるモデルによってどの地震が重大な津波を発生させるかを予測することが可能になるまでは、モデルを用いる手法では現行の手法による確証を得た警報よりもはるかに多くの誤報を発してしまうだろうと、 考えられている日本の消防庁が制定した津波注意の標識。平成20年に国際標準化された。太平洋で発生する津波に対する警報の多くは、ハワイ州エバビーチにある米国のノアが運用する太平洋津波警報センターから発表される。また、アラスカ州パーマーにあるノアの米国津波警報センターは、アラスカ州とカナダ及び、 米国の西側に位置する地域を含む北アメリカの西海岸地域へ向けて警報を発表する。ハワイ州とアラスカ州で165人の死傷者を出す惨事となった先日のアリューシャン地震とそれに伴う津波を受けて1949年に PTWC、1967年に NTWC がそれぞれ設立された。 この海域における津波警報システムに関する国際協力はユネスコの政府間海洋学委員会によって太平洋津波警報システム国際調整グループが1968年に設立されたことにより達成された津波早期警戒タワーの刑事死者数がおよそ23万人にも及んだ2004年のインド洋津波以後2005年1月に 日本の神戸市で国連防災世界会議が開かれ国際早期警戒プログラムへ向けた第一歩として国連はインド洋津波警報システムを構築することを決定した。これはインドネシア及び他の影響地域向けの津波警報システムに活かされている。ただしインドネシアのシステムは津波検知部位が2012年に機能不全に陥ったため現在のところ津波予測は 地震活動の探知による手法に限られている。2018年12月のインドネシア津波のように火山の噴火に誘発された津波を予測するシステムは存在しない。2005年6月にユネスコの政府間海洋委員会により設置された地中海及び北東大西洋津波早期警戒、減災システムのための政府間調整グループの最初の 統一的なセッションは2005年11月21日及び22日にイタリアのローマで開かれた。この会合はイタリア政府の主催で開かれ24カ国と13の機関から150名以上の参加者と多くの傍聴者が出席した。2008年3月にパナマシティで開かれたメンバー国の代表団による会合によれば カリブ海域の津波警報システムは2010年までに設置することが計画されている。直近で最も大規模なものでは、1882年にパナマ近海で発生した津波は4500人の命を奪った。バルバドス政府はこの地域における先導役として、2010年2月に津波発生時の行動等に関する取り決めについて調査。 検討していくことを発表している。世界各地の地域的な津波警報システムの運用センターは、それぞれの担当地域において、津波の脅威にさらされる可能性が生じた場合には、その地域付近で最近発生した地震に関する地震学的なデータを用いて、津波に対する対応を決定する。このようなシステムは、一般市民に対して15分以内に津波に関する。 警報を発表することができる。海底で発生した地震の信号や、モーメントマグニチュード及び津波の到達予想時刻は、迅速に計算することが可能であるが、海底の変動が発生するか否かが、津波の発生にどのように影響するかについて知ることは、ほとんどの場合、不可能であるとされる。そのため、これらのシステムでは、誤報が発生する可能性があるが、 こうしたシステムはその地域に特化した機関によって極めて迅速に発表される警報であるという、性質上、誤報がその地域を超えて正しい情報よりも大きな影響を及ぼすことは困難であると考えられ、混乱は比較的小さく済む。日本は全国規模の津波警報システムを有している。そのシステムでは、通常、緊急地震速報が発表された数分後に、 津波の発生が予想される場合、津波警報、津波注意報が発令される。2011年3月の東北地方太平洋沖地震に伴う津波に対しては、地震発生から3分以内に最低でも3メートルの高さの津波を予想する津波警報が発令された。2013年3月7日には、2011年の東日本大震災後の津波警報システムの 改善に関する議論を踏まえて、津波警報、津波注意報の発表区分等が改正され、新たに大津波警報の区分が設定された。津波警報設備と詳細な避難経路を示した、標識津波の探知及び予測は、警報システムの仕事の半分に過ぎない。対象となる地域の住民に警報を的確に伝える、こともまた等しく重要である。すべての津波警報システムは、 地域住民に対して危険の接近や避難を呼びかけるためのサイレンの他に津波災害時に緊急対応機関や軍隊等への緊急通報を可能にするための複数の通信回線、通信手段を有する。こうしたシステムのうち世界的な規模で津波に特化したものとしては NPO 組織のクワーンが存在し津波が接近すると思われる地域にいる登録ユーザーに対して 無料の SMS テキストメッセージを送信するサービスを提供している。エンドユーザーへ届く情報は受信者の現在地に基づいて送信される。明けた遠洋中を伝わる津波の速さのために信号にほど近い東海沿岸域に来襲する突然の津波から確実に身を守ることのできるシステムは存在しない。実際に1993年7月12日に 北海道の日本海沖で発生した北海道南西沖地震では破壊的な津波が引き起こされた。その結果、奥尻島では202人が死亡、28人が行方不明、怪我人も数百人に及んだ。この津波の第一波は地震発生から約2から3分後には奥尻島西部に到達しており、地震の揺れの後に高台などの安全な場所に逃げて、 助かった者がいる一方で、避難の経路や手段を誤って、津波に飲み込まれて亡くなったケースもあった。常実のように、突然津波が襲ってくる潜在性はあるものの、警報システムは効果的であると考えられる。例えば、仮に、米国の西海岸沖の非常に大きな沈み込み帯で、MW9.0 の巨大地震が発生したと想定すると、 日本にいる人々にとっては津波の第一波が到達するまでに12時間以上の猶予がある。これは太平洋津波警報システムを活用しハワイの PTWC や東京の気象庁等からの警報を受け取って避難行動等の対策を取るには十分な時間であると考えられる。実際にこの例えとちょうど逆となる状況が2011年3月11日の 東北地方太平洋沖地震において発生し、津波は太平洋を横断して、米国カリフォルニア州で死者1名を出すと、日本国外においても被害を出し、太平洋沿岸に位置する50カ国以上の国々に対して津波警報が発表された。ありがとうございます。